明治時代、アラスカの発展に貢献した松山市出身の冒険家、和田十次郎。11月25日、和田十次郎の子孫が松山市を訪れ、小学生らと交流を深めました。松山市を訪れたのは、和田十次郎のやしゃごにあたるショーン・オヘアさんとライアン・オヘアさんです。2人は和田十次郎ゆかりの地を巡ろうと、アメリカ・カリフォルニア州のサンノゼから初めて松山市を訪れています。この日は検証会のメンバーと松山市日の出町の検証碑を見学した後、松山市立曽我小学校を訪問しました。学校では交流会が開かれ、5年生の児童およそ70人がアラスカでも公演された和田十次郎ミュージカルの歌3曲を2人の前で披露しました。子孫に会えてよかったです。十次郎について尊敬しているし、とても嬉しかったです。十次郎についてもっといろんなことを知りたいなと思いました。 It was breathtaking to see them perform such a beautiful song about somebody we really love and admire, and we're very thankful for the,、for the opportunity to come visit the school and meet all the kids, and we're very thankful for everythingIt's really special going and retracing your roots.、Mm-hmm. Jidou や地元住民と交流を深めたショーンさんとライアンさん。先祖のふるさとのぬくもりを知る貴重な旅となったようです。